北条図形は、富山県伊水市の北部砂丘内側、現在の富山信仰の位置にあった石子である。名前は、北条津八万宮で、北条会が行われたからである。古紙の方とも呼ばれ、万葉線の終点、古紙の方駅に名前を残す。天平の時代へ、中国の国主、大友やかもちが、万葉集で、名護の海や名護の裏と呼んだ石子で、面積は、 おおむね1.7平方キロ、周囲約6キロメートル、水深はおおむね1から1.5メートルであった。中央には弁天島という人口の島が作られていた。地元の堀岡郷土市によれば、固定の泥を除く作業で多くの事故が起き、そのため、明和4年に20件四方の人口島を築いて、海流車が混流され、亀の甲羅状だったために、亀車と呼ばれた。 明和5年から6月19日を祭礼の日と定め、それ以降は事故がなくなったという。明治になって、社号を消動車、亀島から弁天島と解消した。明治8年からは新歴に合わせて7月30日になり、堀岡村役場資料に、明治16年に花火打ち上げ許可書が残っていて、この頃から花火も打ち上がられるようになった。 これが現在の富山新港新港祭りに連なっている。かつては広大な関湖であったが、古くから人口で干拓もされ、また下城川、堀川など消火線の流れ込みで土砂が堆積したりで、面積も縮小していた。高校である旧新港市東岸の堀岡地区と、西岸の古市の片地区から伸びるさすには、県道をうおつひみと、 富山市と高岡市を結ぶ富山地方鉄道イ水線が通っており、高校にかかる堀切橋で繋がっていた。奇水湖であったために、しじみの産地となっていた。また周囲は水橋であった。富山県は県の商工業発展のため当地に新たに、さらに高校を大きく広げ、弁天島もなくして、信仰を造成。それにより、道路、 鉄道も分断した形で1968年4月に富山振興として開港と決定。開港工事に伴い陸続きだった新港市は東西に大きく分断。自転車やバイクまでが乗ることのできる富山県営都線が越津の方と堀岡の振興東口駅の間に運行され、自動車は北条図姿を南にめぐる迂回道路を通らなければならなかった。周囲は 工業用地化し、現在は昔の面影をほとんど残しておらず、わずかな名残が残る程度である。衝動車は富山新港沿いの片口地区に潜座された後、車伝としてアルミニウム製、高さ15メートルの新港部材店像が建立された。2012年9月には新港大橋が開通し、東西分断が解消され、海王丸パークと共に、 富山県内の一大観光地となっている。北条津の名称は、北条津八幡宮や当社祭礼で、国の重要向け民族文化財に指定されている、北条津引山祭りなどが残っている。ありがとうございます。